セカコと、ジョゼ・カルロス・ゴンザルベス・ロドリゲスは、ポルトガル生まれで、ギリシャに帰化したサッカー選手。スーペルリーガ FC コペンハーゲン所属。ギリシャ代表。ポジションは MF。リスボンに生まれ、カサピア AC の下部組織でサッカーを始め、4部に所属するトップチームに昇格。2010年夏に、プリメーラリーガのビトーリア・セブラルに移籍。 26試合1611分の出場を果たした。2011年7月29日に4年契約で遺跡金40万ユーロでパナシナイコス FC に移籍。当時の監督は同じポルトガルのジェズアウドフェレーラであった。ギリシャスーパーリーグ全30試合で出場したが、クラブは6位に沈んだ。翌2013から14シーズンにクラブはメンバーを大幅に入れ替えたので彼は、 この時期に残留した数少ないメンバーとなった。2014年4月26日に首相としてキペロ・エラーダスでクラブを優勝に導いた。6月21日には2017年までの契約延長をした。2015年2月にギリシャ国籍を取得できればギリシャ代表でプレーしたいと述べた。その2ヶ月後には2018年まで契約を延長。その時に彼は ヤニス・アナスタシューの下でプレーを続けられるのはとても嬉しい。このクラブで幸せだし彼の下で我々はより良くなるだろう。と述べた。2016年2月2日の試合では退場し0から1で敗北。8日後の出場停止明けでは3から0の勝利をもたらした。8月9日に2019年の夏まで契約を延長。2017年8月28日に FC コペンハーゲンへ移籍。移籍金は150万ユーロ程度と見積もられている。年俸100万ユーロの4年契約で合意した。9月9日に初出場。2016年11月に語学と私学の試験を突破し2017年3月にギリシャ国籍を取得。2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選グループ H に臨むミハイルスキーベ。 監督率いるギリシャ代表として出場することが可能になった。同月25日のベルギー代表戦で初出場。9月3日に行われた同じくベルギー戦で初得点。代表での得点一覧。ありがとうございます。